いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は、天品が残った時の対処法についてお話ししていきたいなと思います。えー、この動画では、天品を取る対処法ではなく、天品をストライクにする対処法のお話です。えー、まず、えー、天品が残る原因が、えー、2つあります。1つ目が、 オイルを使いすぎて、ドライゾーンでボールが滑ってしまい、ピンに当たる角度が足りていない場合です。で、二、えー、つ目が、手前でかみ、その逆で、手前で噛みすぎて、オイルがないところを使いすぎて、ボールがロールアウトしてしまい、ピンに当たる角度が足りない場合です。この二つの原因があります。まず、どちらか確認してください。で、オイルが薄い 1>, 1番のオイルを使いすぎてドライゾーンでボールが滑ってしまいピンに当たる角度が足りない場合はボールが薄いところへ落として立ち位置を変えますので2番スパッドを投げていたとしたらさらにオイルがこう,こういう状態であったらオイルのないところ に通してあげますで、ええー、基本1枚立ち位置を移動するというのが、まあ基本ですね。えー、天品の場合ですと、ポケットに入ってるので、1枚だけ立ち位置を、えー、右に 移動してください。で、それで、えポケットをより、オイルの薄いところを使って、えー、ボールを滑っているのを避けて、ポケットにえボールを当てます。で、2番の、えオイルを使ってあげないといけ、2番の手前で噛みすぎて、えー、オイルがないと,ところを使いすぎて、 ボールがロールアウトしてしまいピンに当たる角度が足りない場合はオイルを使ってあげないといけないので、えー、落とす位置落とす位置ですねまあこの5番スパッド、まあ、4番スパッドですね4番スパッドを通してたとしたらえー、な左に中にはい入って えー、中の、えー、オイルのあるところ、ないところをさっきまで通してたとしたら、えー、あるところ、オイルのあるところを使って、えー、投球するということになります。えー、基本左右のレーンで、えー、違いがあるんですけども、えー、どちらかのレーン、天品だけ残る レーンと反対側のレーン、天秤が残ってないレーンでも、時々、立ち位置を変えてしまう方がいらっしゃるんですけども、そういう方は、天秤だけ残るレーンで、立ち位置を変えるようにしてください。基本的には、立ち位置を、まあ、ボールを変えるといった方法もあるんですけども、立ち位置を変えて、投球するといった、 ことが基準になってきます今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の投稿をお楽しみにください。